やはり壁外での任務は厳しいな。判断を一つ誤れば簡単に仲間の命が犠牲になる。目的達成の可能性と仲間が死ぬ可能性、それを天秤にかけて瞬時に判断しなければならない。そうだな。だけどイアンならそれができる。私はそう信じて戦ってるよ。俺だってそうだぜ。お前の指揮がなきゃトロストク奪還作戦だって失敗に終わってただろう。ああ、イアンがあの時正しい判断を下さなければ私たちはエレンを置いて引き上げていたと思う。最初の巨人化であのガキが暴走した時点で俺はもうあいつはダメだと確信しちまってたしな。どんな状況でも可能性がわずかでも残っているなら俺たちは人類のためにあがき続けるしかない。俺はそれを実行したまでだ。そういう判断ができるお前はやっぱすげえと思うぜ。これからも正しい判断ができるとは限らない。それでもお前たちは俺の指揮に従ってくれるのか。ああ、そのつもりだよ。同じ目的に向かって進む仲間の判断ならたとえ納得できなくても信じて進むしかない。まあそういうこったな。これからも頼むぜイアン。ああ、俺もお前たちのことを頼りにしてるからな。イアン・ディートリヒ。はっ、ここに。そうかしこまらんでもよい。先日の任務では良い働きをしてくれたの。いえ、自分の働きなどささやかなものです。変装などせんでもよい。お主の現場での判断能力は実に見事なものじゃ。無論素質があることは分かっておった。お主は酒の味がわかるからの。ありがとうございます。これからも人類のためこの命を投げ打ってでも巨人と戦う所存です。うん、よう言った。今後の働きにも期待しておるぞ。はっ。ただしお主に一つだけ心に留めておいてもらいたいことがある。はい、何でしょうか。壁外で超絶美女の巨人を見かけたらわしに教えてくれんか。超絶美女ですか。お主ならきっと見つけられる。しっかり頼むぞ。司令の期待に応えられるだろうか。